栗は、ブナカ栗属の木の一種。栗のうち、各栽培品種の原種で三夜に自生するものは、芝栗、または山栗と呼ばれる栽培品種は芝栗に比べて果実が大粒である。また、芝栗もごく一部では栽培される。和名栗の語源は、諸説あり、食料として古くから栽培され、果実が黒か主食になるので、黒身になり、 これが転じて栗と呼ばれるようになったという説。樹皮や殻が栗色というところから樹名になったという説。栗とはそもそも石という意味で実の硬い殻を栗と呼んだという説などがある。野生種は山栗と呼ばれ果実が小さいことから芝栗とも呼ばれる。中国植物名は栗。中国の芝栗が甘栗として市販される栗である。 英語名のチェストナッツは、岩の中の果実がいくつかに分かれている様子から、部屋の意味のチェストから命名されている。学名の栗属を表す、ラテン語のカスタネアは、実の形から樽を意味するカスクに由来する。日本の栗は、学名でカスタネアクレナータと呼ばれる種で、栗属の中で、いわゆる日本種の中心をなすものである。日本と朝鮮半島南部原産。 北海道西南部から本州、四国、九州の薬島まで、及び朝鮮半島に分布する。団体から温帯域に分布し、特に団体上部に多産する場合があり、これを繰りたいという。北海道では石狩低地帯付近まであるが、それより北東部は激減する。日当たりの良い産地、丘陵などに自生する。ただし、現在では広く栽培されているため、 自然分布との境目が分かりにくい場合がある。中華人民共和国に先部と台湾でも栽培されている。落葉性鉱木で高さ15メートル未の直径は80センチメートル、あるいはそれ以上になる。樹皮はクラブ愛褐色で厚く、老木の樹皮は縦長に深くて長い裂け目を生じる。一年枝は赤褐色で無毛か少し毛が残る。葉は 短い傭兵がついて個性し、洋芯の長さ8から15センチメートル、幅3から4センチメートルの長楕円型か、長楕円状皮芯型で、先端は鋭く尖り、基部は円形からハート型をしており、やや薄くて、パリパリしている。葉の表は濃い緑色で、艶があり、裏はやや色が薄くて、細かい毛で覆われ、単行色の先天が多数ある。葉園には鋭く突き出した。 小さな巨子が並ぶ。葉は全体にくぬぎによく似ているが、巨子の先端部は、くぬぎほど長く伸びない、無敗乳種子である、シユドウゆ動種、死コトハ花で、6月を前後する頃に開花する。果序は、長さ10から20センチメートルの紐のような水上で、斜めに立ち上がりながら、先は、垂れ、全体に、クリーム色を帯びた白色である。果女の上部には、多数の尾花がつき、 株に2、3個の雌花が厚く、個々の花は小さいものの、白い花水が束になって、咲くので葉の緑を背景によく目立つ。栗の尾花の匂いは独特で、少し青春を帯びた、青臭い生臭さを持つのがあり、香りも強く、あたり一体に漂う。栗は自家受粉しない。ブナカ植物は、風梅毛で花が地味のものが多いが、栗は中梅花で、 お花の匂いをまき散らしてハエやハチの仲間の昆虫を呼び寄せて竹の花粉を運ばせる。一般に雌花は3個の脂肪を含み、受精した脂肪の実が肥大して果実となり、不受精のものは品となる。秋に実が茶色に成熟すると胃がのある角度が4分割に劣化して、中から硬い果実が1個から3個ずつ現れる。果実は単に栗、または栗の実と呼ばれ、普通は 他のブナカ植物の果実であるドングリとは区別される。また、傘状の角度に包まれていることからこの状態がカサカと呼ばれることもあるが、中にある栗の実自体が種子ではなく果実であるため、誤りである。実の香りの主成分はメチオナールとフラノン。当賀は枝の先端にカ仮蝶がクガは誤生してつき、丸みのある三角形で栗の実に似ている。 東芽のガリンは3から4枚つく、洋根は半円形で、イカンタバコンは多数ある。栗の実は人類史上において食料として古くから徴用されてきた。縄文時代には食料であるほか、建築材、器具材として極めて重要な樹木であった。温帯域に広く分布してきた栗は、それぞれの地方で自生し、古くから栽培されてきた。日本において栗は、 縄文時代初期から食用に利用されていた。長野県上松町のお宮の森浦遺跡の縦穴式住居跡からは12,900年前12,700年前の栗が出土し、乾燥用の可能性がある穴が開けられた実もあった。縄文時代の栗は、静岡県沼津市の遺跡でも見つかっているほか、青森県の山内丸山遺跡から出土した栗の実の DNA 分析により、 縄文時代にはすでに栗が栽培されていたことが分かっている。栗の実は一般の果樹が木の上になる実を思いで採取するのとは異なり落ちた実をい外に気をつけながら拾う。野生種は栽培種よりも喧嘩は小さいが甘みが強く非常に濃厚な味わいがある。栽培種の大栗は野生種から改良されたものである。現代においてはほんのりとした甘さを生かして石焼きにした甘栗。 栗飯、栗おこわの具、茶碗蒸しの種、菓子類の材料に広く使われている。シンプルに、焼き栗や茹で栗にしても美味しく食べられる。ヨーロッパでも広く栽培、利用され、焼き栗のほか、マロングラッセに仕立てたり、鶏の中に栗を詰め込んで、ローストにしたり、煮込み料理などにする。また、イタリアでは栗を粉にして、パンやクレープ、ケーキ、ニョッキなどに利用する。 年間平均気温10摂氏14度、最低気温が低く、摂氏20度を下回らない地方であれば栽培が可能で、日本においては、ほぼ全都道府県で見られる。生産量は、茨城県、熊本県、愛媛県、岐阜県、埼玉県の順に多い。また、名産地として、丹波地方や長野県小布施町、茨城県笠間市が知られる。これらの地域では、 丹波栗のようなブランド化や栗を使った菓子、スイーツ開発による高付加価値化、イベント開催による観光誘客への活用が進められている。果実としての採取以外に甘みがある栗上中の醸造や茶飲料、蜂蜜を採取する蜜源植物としても利用される。品栗などと比較して渋川白皮が困難であり、生殖用用途では渋川を直下の果肉とともに、 削り取る作業が必須である。特にこのことが近年の家庭における栗の需要を低下させる原因となってきた。そのような中、農研機構において品栗並みに渋川白皮性の優れる栗品種ポロタンが育成された。日本国内の収穫量2014年度23、401トン日本の主な栗の産地自治体及び旧自治体は 作況調査市町村別データ長期類年一覧による。作況調査2014年版によると、沖縄県以外の46都道府県で収穫実績あり、そのうち33都府県は収穫量100トン以上となっている。ブランドでは、丹波栗が有名で、兵庫県の丹波、亀岡市から大阪府の野瀬町にかけて産出され、 文六年間の頃から米に代わるものとして栽培が盛んになったものである。材木は硬くて重く腐りにくいという材質を有する。このような性質から建物の柱や土台、鉄道線路の枕木、家具等の差し物に使われたが近年は主原料の不足から入手しづらくなった。成長が早くよく燃えるので細い丸太は 焚き木や椎茸栽培の穂焚きとして利用できる縄文時代の建築材や燃料材は栗が大半であることが遺跡湿度の異物から分かっている三内丸山遺跡の六本柱の巨大構造物の支柱にも利用されていた食感は松に似ているが松より硬く年輪もはっきりしている強度が高いのが特徴だが硬いため加工は難しくなる奈良よりは柔らかい 中国で薬用とされている栗は甘栗で、日本では一種だけ自生するが、これも薬用にされる。薬用分は種一し、葉と双方で、それぞれ立子、立葉、栗毛かさと称する。種一しは秋、葉は春から秋、伊賀は夏から秋に採集して、なるべく緑色が残るように誹謗し乾燥して薬用に用いる。葉にはカロチンとタンニンを含み、樹皮、皮にも、 多量のタンニンを含む。タンニンは腫れを引かせる消炎作用と、細胞組織を引き締める修練作用がある。民間療法では、食欲不振、下痢、足腰軟弱に、主人ついた治療4 0 0ムを水に入れて煎じてから3回に分けて飲むか、普通に食べても良い。また、漆、いちじく、銀難などの草かぶれ、クラゲ、茶毒が、ムカデなどの毒虫刺されや、ただれ、 失神などに、追加治療15から 20g の乾燥用やイガを 600cc の水で半量になるまでとろ火で煎じて冷やし、腺液をガーゼなどに含ませて、冷湿布する用法が知られる。歯は、浴頭量としても用いる。また、口内炎、喉割れ、扁桃炎にも、この腺液を使ってうがいすると良いと言われている。イガを追加治療5から 10g を 600cc の水で、 煎じて服用もするが、胃腸の熱を冷ます作用があるので、熱がない時には使用禁忌とされる。栗は蜂蜜の蜜源植物としても重要である。かつて栗蜜は色が黒くて味は劣るとして売れず、蜜チが越冬するための植物として使われていた。しかし、栗蜜には鉄分などのミネラル類が多く、味も個性的で良い評価に見直されて、 ブルーチーズとよく合うと推奨されて、イタリア産の栗蜜需要も増えている。栗玉鉢が作る虫コブ栗目ブ布随符し。この虫コブができた枝は、成長が止まって花や実がつかなくなる。戦前に中国から持ち込まれた栗玉鉢により、昭和20年代には、日本全土に存在した100種を超える品種の大半が消滅した。現在栽培されている品種は、 その後育成された栗玉鉢に対する抵抗性品種である。栗玉鉢被害については、1979年以降、栗玉鉢の天敵である中国オナガコチが栗の主産地で放し飼いされたことにより、被害が激減した。次に問題となっているのが、栗式ゾウムシによる果実被害である。これまでは、収穫後の収穫メチルによる訓生を、主として防除がなされていたが、 中カメチルガスは温室効果が高いため全廃されることが決定した。中カメチル群上の代替技術として8日メチルが登録されたが、要素の逼迫による価格上昇や中カメチルに比べて沸点が高く扱いにくいなどの理由で製造が中止された。代替法としては、氷蔵庫によって摂氏2度で3週間程度貯蔵する。 氷像処理と摂氏50度のお湯に30分間浸しする温湯処理が確立されている。日本の栗は品栗に次いで栗同枯れ病に対する抵抗性が高い。カサカとは松カサのような松綱植物の果実を指す。ありがとうございます。